メディアを再生する常連の滝の動画、常連の滝と天城越えの河碑常連の滝は、静岡県伊豆市湯ヶ島にある滝。日本の滝百選の一つ。滝は、狩野川の上流部、天城山の北西陸を流れる、本谷川にあり、1万7千年前に、伊豆東部火山群の八窪山スコリア級が噴火した、際に流出した。 玄武岩溶岩流を流れ落ちる直爆である。落差は25メートル、幅は7メートルで岩盤には、中上節理が見られる。滝壺の深さは15メートルある。かつて滝の左岸付近に、常連寺という寺院があったことから、常連の滝という名称がついたと伝わる。周囲には日本では、伊豆半島と熊本県にのみ自勢が確認されている。 モチシダの群生地があり、静岡県指定の天然記念物にもなっている。明治時代に、特殊化が滝に降りる道を開くまでは、断崖と峡谷に阻まれ、人が容易には近づけない神秘的な滝とされていた。無料の駐車場が完備されており、傍らには、土産物店が並ぶ。滝は駐車場から谷を、かなり降りたところにあり、足腰の弱い高齢者には、 厳しい面がある。滝壺の近くにも土産物店が並ぶ。また、沢に沿って、わさび田が広がる光景が見られるが、関係者以外立ち入り禁止となっている。滝の脇には、演歌歌手、石川さゆりのヒット曲である、天城越えの歌詞がある。女郎雲の聖滝壺には、女郎雲の化身が住むとの伝説がある。 昔、娼婦が落としたなたを探しに、滝壺の中に入ると美しい女性と出会う。その女性と姿を見たことの公言をしない約束をしたが、滝の主は女郎雲だと村人から聞き、その出来事を話すと娼婦は深い眠りについた。ありがとうございます。